ガーンジー島の小戦記、十王妃1、に現在のガーンジーの旗は1985年に制定された。イングランドの国旗の白地に赤い十字が元になっているが、赤い十字の中に金色の十字が付け加えられている。1936年にガーンジーは、イングランドの国旗と全く同じ、白地に赤の十字の旗を国旗として使用することを許されていた。 しかしスポーツなどの国際イベントでイングランドとガーンジー島が同じ旗を使うことによる混乱から新たな旗の構想が持ち上がった。1985年当時副大官を務めていたクレアムドーリーが議長を務めるガーンジー島地域機調査委員会により金色の十字が追加された旗がデザインされ1985年2月15日に初めて掲用された。 金色の十字は、ノルマンディー公ウィリアム一世を表し、ヘースティングズの戦いで、ローマ教皇アレクサンデル二世から賜った金の十字を描いた旗を掲げていたとされる。イギリスの小戦記レッド、エンサインに金色の十字を書き加えた旗は、ガーアンジー島の小戦記になっている。正常時十字の使用に先立つ19世紀半ば、ガーンジーでは別の旗が用いられていたことを示唆する。 資料もある。これによれば、白と青のチェックの柄の上に赤い正常時十字を置き、関東にユニオンジャックを描いていたという。しかし、これが公式のものだったか、どのような場で使用されたかについては不明である。ありがとうございます。